青コーナー全シュートボクシングスーパーライト級チャンピオンマサヤオ。赤コーナー東洋太平洋ウェルター級チャンピオンシシドヒロキ。なおこの試合はシュートボクシングエミションマッチとなります。3トリ1ラウンドで行います。それではまさに、マサヤ選手、西野町を終えて今の感想をお願いします。今日はこのような機会を作ってくださって本当にありがとうございます。大先輩の静岡選手でしたんですけど、はい、どうでしたこれは。かなり緊張しました。でも本当こういった経験をさせていただいて、大先輩の中さんとこういう大舞台でいただいて本当にすごい自分は勉強になりました。すいません、ちょっと疲れてるんで申し訳ないです。それではマサヤ選手、これからの抱負をお願いします。はい、それで今ちょっとまだちょっと何十キロの方で伸び休まったんですけど、またちょっと適正体重にまた作り直して65キロでまた頑張って、またベルトを踏み戻してまた頑張らせていただくんで、もっともよろしくお願いします。マサヤ選手、ありがとうございました。続きまして、シト選手にお話を伺いたいと思います。エピソードを終えて、今の気持ちをお願いします。
全く同情中使うことをまさにやられまして、最後自分が投げられるあれこんな打ち合わせしてたなと思ったんですが、皆さん盛り上がってくれたんで本当に良かったです。残されている時間も、本当にお僅かだと思いますので、一戦一戦大事に、皆さんの記憶に残るような熱い試合をしていきたいと思いますので、シュートボクシング協会どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。素晴らしい実況を見せていただきました。静岡選手、松谷選手、両選手に盛大な拍手をお願いします。青コーナー、ライズバンタム級ブレイド55キロ級チャンピオン、那須川天心。アクアコーナー、元 WPKC 世界ムエタイライト級チャンピオン、大月春明。なおこの試合はスペシャルエキションマッチとなります。2分2ラウンドで行います。ラスト1分、ラスト30、両選手に、イエローカードが提示されました。このイエローカード、意味は分かりません。セゴナウ、セゴナウ、ラントゥーラスラウン、はい、
ラスト1分。倒すんじゃない？ラスト30秒はい失礼し、レッドカードが提出されました。最終ラウンドの終了です。素晴らしいファイトを見せてくれました。両手に今一度盛り上がる拍手をお願いします。師匠マッチを終えて今の気持ちをお願いします。いやーマッチ重すぎますね。いやもうなんか一発食らうのが怖くてハンマーで殴られるようなそんな殺菌がしたんでもらえなかったなっていうか、僕もそういうバッジを身につけられるのに頑張りたいなと思いました。ラスト選手、これからの目標をお願いします。これからはそうですね、まず55キロ級でまず最強になって、もう誰からも、もう尊敬されるようなチャンピオンにプログラムになっていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして大津選手にお話を伺います。お疲れ様です。大津原です。今回こうシビデオをいただくして、こう夏川選手とこの話し合った時に、まあ、最初はすごい迷ったんですけど、もう自分みたいなのを失いましたので、それまあ自分もこの間負けて、もうそろそろやる時なんで、その若い選手にそのバトンタッチみたいな形で今日ちょっと受ける、はい、話を、まあ、受けてきました。でまあその、まあ今の話題の夏川選手夏川選手のそのパンチ、いやもうすごくて、いや怖いなと思って、そのやる前にこう、思いっきり打たないで連続ちょっと打ち合わせしてやらせてもらったんです。本当はもっと、すごいんですけど、でまあそのそうですね、今日はまあこうやって今後そのもっともっと有名になれるその天心選手とすごい光栄に思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは素晴らしいファイトを見せてくれました両選手に今一度全体の拍手をお願いします。素晴らしいファイトを見せてくれました大槻春明選手、そして夏川天心選手、そしてマスクファンズの皆さん、皆さんに盛大な拍手をお願いします。